これ。え、あ、ピッケルレベルを上げれるんだ。あ、すごい。パワープラス2。材料はね、加工した鉱石と加工済みの板が30。余裕でありますね。やっぱりこういうのすごい使うと思ったんだよ。じゃあね、新しい鉄鉱石掘るやつゲットしちゃいましょう。これはどうすればいいんだろう。近づけばいいの？あ、ボタン押せばいいのか。ここを押せばいいんだね。じゃあ行くよ。ポチッとな。わーい、レベル2になったよ。おお、え、レベル3もできるんだ。待って待って、青色の鉱石板100枚、鉱石の加工物も100個。わあ、えぐい、えぐいけどたまんねえな。ちょっと頑張ろう。板100枚だって。斧もレベルアップさせることができるってことだよね。つまりなんか新しくボタンもたくさん出てきたし、ちょっといっぱい開拓していかなきゃ。わあ、なんだこれ、どこに向かうんだろう。あ、なにこれ、木材、木材をお金に、お金っていう概念があるんだ。ちょっと売ってみようか。5個持ってるけど、ダメだ、50個必要みたい。お金がもらえない。ちょっとやっぱ木材貯めてこないとダメか。よいしょよいしょ。あー、斧もレベルアップしたいのにな。ちょっと目的を決めてね、進んでいかないと大変なことになりそうですね。あってもあっても足りないぞ。とりあえず斧レベルアップだな、次の目指す目的は。ピッケルのね、試し切りもまだしてないし、試し切りっていうのかな。ちょっと木材エリアで簡単に開拓できそうな場所があるから、そこだけはちょっと押してみようかな。ここここ10個でいける。あ、何もない、残念。そういうエリアもあるんだよね。あっちの方はどうかな。20個だって。木を出てこい。出てこない。こっちはもっと木が欲しいんです。出てきて。あー、ないね。なんかもっともっとたくさん木が密集してるエリアが欲しいよ。よし、次こことかどうかな。30個だよ、30個。来て来て来てください。1個しょぼぼん。もっと木材たくさん一気に集めたいからな、欲がだんだん出てくるね。いや、それよりも斧加工する場所がね、私の中でこの辺にあると思ってんだけど、違うのかな。いけ、なんか飛んだ、押し出された。え、なんだこれ、何ですか。ん、加工した石が100個。またここに100個必要なのか。ちょっと待って、ピッケルを大きくするのにも100個必要だし、むむむむむむ。ちょっと詰まってきたな。一旦こっちの方を広げるのやめるか。斧がね、か、なんだろう、斧を強くする場所がね、ないんだよね。広げても広げても全然出てこない。こっちじゃないのかな。というわけで鉄鉱石エリアにやってまいりました。うわー、すごい、新しいピッケルの力が半端ねえ。めっちゃすぐ取れる。うわー、かっこいい。何これ、最高じゃん。うわー、早く斧もレベルアップしたいな、それ考えたら。よいしょよいしょ、見てほら、すんすん。2回振っただけで全部刈り取ったよ。いやー、たまんないねこれ、めっちゃ気持ちいいじゃん。爽快感ゲット。よし、じゃあここのね、板15枚と加工した鉱石10個で開けれるところやっちゃいましょう。ポチッとな。あ、板足りんかった、全然なかった。ちょっと待ってちょっと待って、いかんいかんいかん、板用をね今作ってます。さあ、加工した石のね、材料が揃ったので開けていきます。と、あ、来た、おー、来ました、ついに斧のレベルアップできる場所だ。ここは、うわー、出たー、加工した石30。お、よかった、今ね揃いました。というわけで整いましたので、レベル2の斧ゲットしていきます。ポチッとな。きたー、緑の斧ゲット。わー、次もまたたくさんの材料集めなきゃいけないね。ちょっと大変だこれ。まあでもね、新しい斧ちょっと試し切りしていきましょう。
楽しみだな。めっちゃいっぱい取れるんだろうな。わー、うおほ、すごい、全然違う。何回も何回も叩いてたのに2回でやっぱり叩き切っちゃうね。あら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 、いけいけいけ、レベル2の斧だぞ。こっちの方も開拓しちゃおう。うーわー、あれ2個か。こっちもいける。50個、どうだ。何もない。ガンガンショック。ちょっと50個も使って何もないところやめてよ。悲しくなっちゃうじゃん。こういうね、でもドキドキもね、楽しめるよね。次は何が出てくるのかなっていうワクワクがずっとあるの、このゲーム。楽しみだな。よし、60個いけるかな。よいしょ。たはー、何これ。え、なんか黄色い、わー、怒りが上に伸びてった。なんだ、何これ。あ、取れる、お金だ、お金だぞ。宝箱、わー、消えちゃった。一回こきり、嘘、またなんか時間経ったら戻ってくる系だと信じてるよ。そしてなんかお金をゲットしたんだけど、何に使うのかな。まだ今お金使うところないよね。この先何か出てくるってことか。もともとね、あっちのこの荷台のところでね、原木ってお金にはできそうな感じがあったんだけど、お金っていうアイテムも必要になってくるってことか。なるほどね。あ、分かったよ。ちょっとそこね、見てみたい。何に使うんだろう。今のとこ本当にね、使う先がないから不思議でならないんだ。さあさあさあ、そろそろね、次の島の開拓もやってみようか。ここにね、原木30個で開ける島があるので踏んでみたいと思います。来ました。あれ、木が生えてる。また木材エリアが新しくできましたね。しかもここの木材すごい、ちょっと強い。次も、わー、いっぱい木だ。レベル2の斧を持ってしてでも何回か叩かないと切れない、ちょっと丈夫な木が生えてますね。でも圧倒的取れる数が多い。すごい気持ちいい。よっ、どんどん開拓していこう。わー、びっくりした。次は青色の鉱石が出てきちゃいましたね。これも新しい材料になるのかな。紫とは別？あ、別だ。あら、でこれもちょっと固めのやつだね。へえ。さあ、硬い木もどんどん買って、次なるエリアの開放だね。まずはこの75の方からやっていこうかな。うほー、いいねいいね。あ、こっちにもできるぞ。うわぁ、もっと木が生えた。え、さらに？さらにできるどん。わぁ、最高じゃん。え、待って待って、90だって。え、絶対もう、あれだ、木もじゃもじゃのところだ。ワクワクが止まらない。私に木をいっぱい刈らせてくれ。たはぁ、来た。え、次120。待って。もうどうしたらいい？嬉しい悲鳴。待っててよ。すぐに開けるからね。さあ、120集めてきたよ。うわー、木だらけになった。やばい、ここだけでね、木材というか、原木っていうの？木材。ここだけでね、木材すっごく溜まるスポットになりましたね。最高じゃ、最高じゃ。よいしょ、よいしょ。すごい。この通りを通っただけでも、100個以上たまるね。わあ、たまらん。うわあ、たまれたまれ。しゃあ、次はね、青色いこう。青色も結構ね、ここから必要になるみたいだからね。でもレベル2のピッケルがあればそんな苦にならないね。しゃあ、いい感じでたまったんで開けちゃいましょう。いきます。うわあ、あれ何もない。あれ、こっち100と20か。いけるいける。わあ、なんだこれ。何これ、なんか謎のアイテム。葉っぱみたいな、桜の花みたいな、青色のね、クリスタル的なやつかな、が1個必要みたい。え、何これ、なんか伝説の斧と伝説のアックスですか。かっこいいんだけど。なんかそういえばスタート画面にこんなようなやつがあった気がするな。ちょっと一回スタート地点に戻って、見えないかな、そのなんか
アイテムいた気がするんだけど、あらあらほらほらあれだよあれ、え結構もうすぐに飽きそうな感じがする。ちょっとあっち伸ばしてみるか。あ、いけるいけるじゃん。え、いけるんじゃないこれ。おっと木材か、びっくりした。160、45、わー近いようで遠いかな、なかなか進みたい方向に開かないね。あーダメだな、ここで止まってしまってる。さっきのやつがねちょっと欲しいから、斧とねピッケルのレベルを上げていきたいと思う。もしかしたらレベル3とかになったらいける場所かもしれないね。その前に必要な材料をどんどん集めよう。確か加工した板が200個だっけ。で加工した石も200個必要だよね。鉱石がね紫と青で色が違うから別物カウントっていうのがちょっと癖が強いね。ここ同じだったらすごいレベル2になっても楽だったのにな。さあ板もどんどん作っていこう。もう作れるだけいっちゃいましょう。よしよし、木はねだいぶ集めやすくなったんだよね。そういえばさ、この紫の板を100枚使ってさ開ける場所もあったよね。あっち先に開けてみようかな、今ちょうど100個あるしね。そうしよう。もしかしたらなんかすごいやつがゲットできるかもしんない。ここだ、これこれ、謎の台座みたいなところ、ちょっと押していこうと思う。ここね板100枚必要なんですけどね、今ちょうどたくさんあるのでやっていきましょう。次開けたら750必要って言われた、青色。くそー集めるか少しずつ作っていくタイプだったか。はい、というわけでピッケルの材料をね集めきりました。見てください、頑張ったよサッチじゃあね、今からレベルアップしていきたいと思います。今からレベル2から、なんかすごいかっこいい形に、ね、なるみたいなんでやっていきましょう。ポチッとな、やったー、水色のピッケルゲットです。お、次はほうほう、なんか知らない色の鉱石がある。500ってなんだろう新しいアメジスト、紫色の濃い紫だね、鉱石があるみたいですね。へえ、知らないなまだ出会ってない。でついでにね、なんとね斧もねレベルアップできるようにしといたんでやっていきます。いきます、ポチッとな、ん水色の斧、どちらもねレベル3になったので、わすごい、今まで硬かった木がバシバシ切れる、すごいすごい。硬かった鉱石もね、おお楽ちゃく、楽楽だいいね、またなんか集めるのが楽しくなっちゃうじゃんさあ青い鉱石だいぶ溜まってきたから、スタートのところにあったね謎の遺跡みたいなのちょっと作っていこうかな。確か750個は必要だったよね。よいしょよし、どう溜まってき、溜まってるからいけー。おお、なんか一箇所できた一箇所か。そしてなんか見たことない鉱石を集めろって言ってる。むむむむ、あ、お金またここ復活してますね。取っときましょう。よいしょよいしょ、オッケーオッケー。宝箱はやっぱ定期的に復活するんだね。紫色の石を750個か。オッケー、紫がまだ解放できてないからね、ちょっと探さなきゃいけないけど。お、お次のマップが出てきましたね。コインが200だってマジで今110しかない、あと90か。あー、じゃあやっぱさっきの換金所でお金作らないといけないんだね。よいしょ、今ね438個あるから、あ、215コインゲットできますね。やっちゃいますかさあ、じゃあコイン200個使って紫色の石の場所ですね、解放していきましょう。え、この薄紫は持ってるやつだぞ。どこだ、150個使ってまだ先があるの。え、紫150、これ持ってるやつだよ、早く濃い紫の石に出会わせてくれ。あ、足りなくなった、もうよっ、あ、できた、これか。お紫の石ってこれか。え、違うよね、なんかもうちょっとピンクっぽい紫だったよね。しかもこれ通路にできるからめちゃくちゃ邪魔。なんだこれこっちか、違うな。225いけるか、
うわー邪魔だなー、もうちょっと一旦戻って、あ、もうやめてくれよー。こっちにもね道があるんだよね。こっちを次は開けてみよう。違うどうなってんだ、早くアメジストのこれ、ね、赤紫のやつ開けたいんだけど。おお、なんか新しい宝箱見つけたけど、こっちじゃないよね。どこに行けばいいんだ迷子迷子、おかしいな、看板はこっちってしかなってなかったんだけどな。どうなってんだ、よいしょ、これでここが開くかな。お、開いた。おー、なんか宝箱エリアができました。最高じゃん。お金やっぱわざわざ材料売らなくても、ここでね定期的に回収していけばコインがゲットできるっていう仕組みですね。さあだいぶね進めてきたけど、まだまだかい、まだだ、嘘でしょ、遠いな、あの紫の石をゲットするまでの道のりが遠い。さあこうなったら何が何でも意地でも出会ってやる。うわー、ない、うわー、来たー、来ました、やっと紫色ですね、長かった、ぐるりーんってね、ここぐるーんと回ってきたからね、わー大変だったよー。斧とね、ピッケルを強化するにはまだまだ足りないんですけど、今日はね、この辺で一旦終わりにしたいと思います。このゲームね、まだ開拓する場所たくさんあるし、私もすごい収集楽しいので、また撮影していきたいと思います。続きが見たい方は、ぜひチャンネル登録、高評価して待っていてね。ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それじゃあ、またねー。